千葉市都市緑化植物園は、千葉県千葉市中央区にある都市緑化植物園。緑化活動の拠点として花木、池垣、干木などの各し味本園を備え、34,100平方メートルの敷地に97か472種の植物が植栽され鑑賞できる植物園である。入場料無料の施設。緑化に係る指導相談の実施、講習会及び、 展示会の開催を通じて、都市緑化に関する知識の啓発及び普及を行い、緑化の推進を図ることを目的として1981年に開園。バラ園、カボクミホ園、イケガキミホ園などがある。バラ約190種1400株、ハーブ約60種、シダ約75種、野草約130種など、多くの植物が植栽されている。 講座や展示会も開かれ、緑の相談室には、専門の相談員が緑化に関する相談を行っている。花の写真撮影講座、庭園講座、バラ管理講座など。また、多くのボランティアグループが活動し、市民と共同で植物調査、各種講座や野外観察の補助など、管理運営を行っている。バラ店、盆栽店、ハーブ店、 喫茶店、季節の花写真展示など様々な展覧会も実施している。園内には様々な見本園を備えている。園内はバリアフリー化されており、設備的には段差や傾斜などがほぼ解消され、車椅子での利用が十分に配慮されている。鉄道バス高速道路一般道路駐車場、施設案内地橋都市緑化植物園。 www.cue-net.or.jp2019 年3月25日閲覧千葉県観光物産協会千葉市都市緑化植物園丸ごと E 千葉千葉県公式観光物産サイト2019年3月25日閲覧ボランティア紹介千葉市都市緑化植物園 www.cue-net.or.jp2019 年3月25日閲覧千葉市都市緑化植物園でバラハーブ聞く展示相談会や販売も千葉経済新聞2019年3月25日閲覧千葉市都市緑化植物園 www.winriver.net 2019年3月25日閲覧。千葉バリアフリーマップ施設詳細情報。www.pref.chiba.lg.jp。2019年3月25日閲覧。ありがとうございます。